山岳プロ学科の2年生発見です。今何してきたんですか？今は明日明後日に山プロは山に行くので、うん、その買い出しに行ってきました。お、なるほど、はい、はい、食料持ってます。一泊二日でどちらへ行くんですか？はい、明日は木沢渓谷だよ。お、沢登り時期がやってきましたね。さあ今回のメニューは何ですか？山飯。初日の夕食がすき焼きです、うんうん、お肉はどうやって持ってくの？は一つの袋にまとめて凍らせて持ってきます。はい、他は？他は2日目はラーメンです。お、ラーメン、チーズラーメンです。へー、ちなみに今回のメニューはどうやって考えたの？食担の2人で。お、食担、食担2人。はい、これから団体装備の準備です。気をつけていってらっしゃい。